役人はすぐ戻っちゃ来ねえだぞ。てめえが一人でやったこんだちゅうても、どうで村中低くなれちまうだぞ。そうだ。ああ。で、浮かないでこっち移動したの今。ここからいい？ここからなんでこうなったの？こんなことある？ありません。これをどう話せばみんなに伝わるかっていうことに、とにかく全精力を、全神経を注いでるじいさまの姿が見えたら多分うまくいくのかなと。まあ、きっと勢いで乗り切るのではなくて、きちんとみんなの中に、丁寧に置いていくっていう。袴だれではなかっただか。大変だよ。もし袴だれでなかったことが分かったなら。なあ、今日のうちに役人ども追って返して寄せてくるでねえだか。どうしたらええだ。どうしたらええだ。そんげに慌てることは何一ついらねえだぞ。役人はすぐには戻っちゃう。時間使いすぎ、はい、もう一回時間使いすぎ、はい、あの別にいらないで、はい、言葉を喋ることで変えればいいだけなの。そんなもういらないね。もう臭い臭い。はい、うん、はい、どうぞ。はい、ゴロシ、待て。ゴロシ、役人に名乗り出るっちゅったって役人はすぐ戻っちゃ来ねえだぞ。てめえが一人でやったこんだっちゅうても、どうで村中低くなれちまうだぞ。ああ、せめて袴だれが早く来てくれたらな。これでも、ああ、せめてな、袴だれがもっと早く来てくれてたらな。なだってこの後どうなるか分かんないんだもん、はい、ただブラブラするとかだったらまだ分かんだけど、だったなぁ。でも確かに、うん、行き場がないでしょ、はい、言葉の意味しか今投げつけてないよね、はい、そうじゃないっていうことをずっと言ってるの、はい、じゃあ何ができるかな。言葉は大変だ大変だ、うん、みんな試験になっちゃうぞっていうことをみんなに言いたいっていうのがセリフだよね。でも行動は手塚だけにしか今いかなかったよね。だから言ってる内容と行動はまるっきり一致してないよね。まあ、ご縁あって俳優さんとこういうふうにお仕事させていただいてます。でこれまで僕は基本的には小劇場でしかやってこなくって、でこういう歴史のある劇団とどういうふうにものを作れるかなっていうことを楽しみながら、で本戯曲も何十年も前に書かれたもので超名作だっていうふうに僕は思っている本で、どういうふうに今を生きる 僕らの感性で作れるかなと、いい意味で本と劇団と、僕と、いい意味でコラボレーションできて新しいものが作れたなと思ってやってます。同じとこから行きますよ。本郷からどうぞ。